カグラはかつて存在した日本のビジュアル系ロックバンド PS カンパニー所属。1998年に前身となるバンドクローを結成し活動を開始キーパーティーに所属。2000年にスカンパニーに移籍バンド名をカグラに変更し6月3日にデビュー。2004年元日に名前をカグラに変更しメジャーデビュー。 作詞は和紙が担当し、作曲は主に、楓えでると真を中心に、メンバー全員で行っている。アルバムのジャケットデザインや、DVD のムービー作成などはリーダーである白水が行うこともある。和を基調とする、ネオジャパネスクスタイルと呼ばれる、音楽性を標榜している。主に英語やカタカナを全く使わない歌詞や、和声楽器を思わせるようなギターの音を中心とした。 サウンドを特徴としている。ビジュアル面も活動初期は和服を着用していたことから和の繁栄が組み取れる。だがメジャー3枚目のシングル奥以降からはその傾向は次第に弱くなり洋服に和風を少々加味したものを身につけるようになってきている。5枚目のシングル受けの月からはメンバーの衣装は洋装となって PV や楽曲に 和風の面影を残すのみとなり、メジャー3枚目のアルバム、ずくマイナスからは、大半の楽曲は、和のコンセプトからは、離れた音楽性を見せた。しかしキングレコード遺跡後発となる作品、コア以降、着物アレンジの衣装をまとうビジュアル名やことを、はじめとした、画楽器を楽曲に大幅に取り入れる、と、徐々に和風スタンスを取り戻していき、 バンドにさらなる広がりを求める上では、必要以上に和風に執着はしないとしつつも、以前よりも洗練された、独自の和風ロックスタイルを確立した。ただし、あくまで和の響きの美しさをコンセプトとするため、ボーカルの一種は、基本的にシャウト、デスボイス等の歌唱技術や、ヘッドバンギングなどのライブパフォーマンスは行わない。CD ジャケットや DVD でたびたび用いられる、イラストは、 イラストレーターの深谷雄一郎によって書かれたものである。深谷はインディーズ時代のシングル春麗らからイラストを手掛けており、カグラ関連のフライヤーやライブパンフレットやグッズ等にも絵を提供している。2009年にはキングレコードとの契約を満了し、2010年からの新婦はクラウン特マミュージック販売の流通によるインディーズでのリリースとなった。 2010年11月11日、2011年2月13日より、始まる全国ツアー、アンギャ百鬼や行用の最終公演、終演桜舞いちる、あの丘デーをもって解散することを発表した。2011年3月3日、終演桜舞いちる、あの丘デーをもって解散。ありがとうございます。